はようございます。2023年8月8日火曜日の朝です。今日の体重は 65.15 でした。体脂肪率は 38.5% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は土砂降り、雨ですね残念ですね、土砂降りです。まあでも予報通りって感じなんですけれども、今日はですね、こんな土砂降りということもありますので、札幌の方にいろいろお買い物に行こうと思います。イエーイね、だからこれからちょっと早めに出ようと思ってるので準備したいと思います。じゃあまずは茶湯飲みます。今日はお茶飲みます。今日の朝ごはんです。今日はホットドッグ、うちの旦那さん作ってくれました。そしてじゃん、こちらはお野菜、ミニトマト、ブロッコリー、卵、アイスプラント、キュウリ、レタス、全部おいしく食べます。今9時半です。これから札幌に向かって遊びに行きたいと思います。じゃあ行きます。札幌着いた。そして今日からイオちゃん顔出し解禁でございます。どうぞ。来た、イオちゃん。もう映ってる時ありますけどね、イオちゃんの顔出しでございます。そしてリオちゃん、そうです、なんと今日つけてる髪ゴムは誰のですか？友達が作ってくれた髪ゴムです。かわいいです。とってもかわいい髪ゴム、今日つけて札幌でお買い物しまくります。さあ何を買ってもらうんでしょうか。ノリノリでございます。お、目的地に近づいております。リオちゃん、今回は山さんがリュックを貼ってあげるみたいですよ。皆さん、教えてくれた店でお買い物しましたよ。皆さん、ありがとうございます。セレブ、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 浮かれポンチ。ミレド、寄ります。今日のお昼ご飯はこちらで食べます。イエーイ。セットのサラダ食べます。リオはメロンソーダ、エリちゃんとヤマさんはアイスティーを飲みます。チェダーチーズバーガーとワッフル、メープルチキンと照り焼きバーガーをみんなで食べます。今車に戻ってきて、これから今度はコーちゃんフォーっていう文房具いっぱいある本屋さんに向かおうと思います。行ってきます。行ってきます。コーちゃんフォー着いた。行きます。行きます。いろいろ買いました。イエーイ。アビラ町帰ります。いっぱいそれ楽しかった。よかったねー。ヘリコロの動画、なんとマヤさんですね、アビラ町の農家さんのお友達のマヤさんのご好意で畑見学させてくれるってということで、今マヤさんの畑に来ております。道の駅とかにもお野菜置いてあるんですけど、谷口農園さんのですね、こちら畑になってますよ。それで今マヤさんがですね、ちょっといるので行ってみたいと思います。行きましょう。あ、マヤさん来た。こんにちは。ありがとうございます。マヤさん、よろしくお願いします。マヤさん時々登場してくれております。マヤさんでございます。ほら、リオちゃん見た、ね、見せて。お邪魔します。すごいよ、ボコボコしてる。これはマヤさんが作ったトマト。これ面
白いね。オクラです。これオクラ？オクラ？ネバネバの？ネバネバ食べれる？りゅうちゃん。挑戦できそうじゃない、うん、今日、ね、これね、断面すごい可愛いから、ぜひ切って、これ、バナナピーマン、これは美味しい。ナスだよ、これは。これなんか食べれんじゃないか。じゃあ、イケブラナス。いけれる、いけるかも。いけれる。いけれる。いけるかも。いけるかもね。これ激うまだから。大好きって言われちゃうから。すごい。これがね、ディルっていうハーブ。リンニョ。リンニョするでしょ。ほら、取ってみて。よし、引っ張っていい、引っ張っていい。どうせもうここ使う。あ、取れないね。取れない。マヤさん面白かった。キュウリ。違います。ピーマン。何？早くダイナくれちゃおうかな。出てくれるってさ。大根？何？あ、落花生だ。落花生答えは。すごい。やってんの初めて見た。うん。こんなんなってんの。不思議でしょ。花が地上で咲くんだけど、花はこの黄色い花ね。キャベツ。色の紫のキャベツと、うん、サボイキャベツって言ってちょっとちりめん。あれみたいだね。白菜みたいだね。確かに。かわいいわ。すごいね。面白い、ね、すごい。なんだこれ。うん、美味しそう。もう美味しそうって美味しそうじゃないか。絶対美味しそうじゃない。まだ美味しそうじゃないや。絶対美味しそうだ。まだ美味しそうではない。今はもう。かぼちゃ。かぼちゃいた。かぼちゃ。かぼちゃ。かぼちゃ。でかっ。すごい。やった。高いの？わあ、いい写真撮れそうじゃない？うん、いい写真撮れんじゃないか。わあ、すごっ。すごい、見たことない。これがもっとこの色に全部一体がなったら出荷するんだけど。へえ、すごい。これでも全然ね、多分分かると思う、もちもち感。あ、そうなんだ、うん、え、それ普通のトウキビと一緒に感じて食べていいの？ちょっとね、長めに茹でてもらって。面白い。すごい。電子レンジでチンでも大丈夫。あ、よいしょ。うわっ。あ、なにこれ。何でも聞いて。何でも聞いて。トマト？これ。これはね、キュウリなんだ。キュウリか。キュウリって言って丸いキュウリが。レモンキュウリ。これはあのバタフライピー。あ、あバタフライ、あの。レモン入れたりしたらピンクになるやつ。あのそんなのあるの？そうそうそう、すごい。あ、ほら、あ、すごい、バタフライピーだって。あ、綺麗だね。綺麗。これがシングル。あ、二種類あるんだ。わ、綺麗、ほら。すごいね。ピンク可愛くない？あ、ピンクなんだ。これがピンク。ピンク。ピンク。タガシルトマトに見えないね。トマっぽい、うん、トマトの形はしてるけど。おしゃれ。サトイモ。
砂糖って葉っぱが傘になる。それじゃあ傘の。ウコンの力ってあるよね、CM で。ウコンの力だ。ウコンだって。うん、めちゃめちゃクレイジー。うわ、クレイジー。甘い？甘い？食べてごらん。あんまり、なんかね、レモンっぽいニュアンスで。さっぱり食べれる感じ。美味しい。へえ、面白いね。レモンレモンって呼んでるんだけど。かわいい。レモンの色とか形。食べる。どうぞ。ありがとうございます。どうですか？レモンっぽい。うん、おいしいんだ。美味しかった。美味しい。うん。あ、よかった。美味しい。すごいすごい。いっぱい見たね。いっぱい見たね。皆さん何でも知ってるね。ね。かわいい。トゲトゲ。柔らかいよこれ。触ってみ。ふわふわ。パパと覚えた。あのレジのさお金置くところ。柔らかい場。レジのお金置く。お金を置くザラザラのところの柔らかい版。へぇ、ちょっとなんか怪しいものになっちゃってるけど、ちょっと前にこのシールは気をつけてる。あ、これ、あ、そうなんだ。わ、すごい、面白い。最後まで見た。最後まで見た。これがね、モリンガっていう奇跡の。あ、モリンガって聞いたことある。クレームブリュレ、もう、すがった。クレームブリュレってお菓子クロックっていう花なんだけど、その中で、この名前が入ってる。かわいい。ありがとう。かわいい。かわいい。疲れが足に出たから。クラッとしちゃった。エリコロの動画。帰ってきましたよ。まずは中入ります。今お家の中に入ってお風呂の用意をして、その前にアンリエジのカンちゃんのところにお土産渡しに行きます。アンリエジさん来た、行きます。いいぽー、あーカンちゃん窓から見えてた。本当は来たよー、カンちゃん。こんにちは、はじめましてだね。リオちゃんとカンちゃんは実はビデオ電話で話したことあるけど、ね、何回かね。でも初めて会いました。生、お互い生本人でございます。あ、こんちゃんも可愛いね。そしてかんちゃんからもらったな、くれちゃいた。もらったの。あら、なんだろうか、ね、あ、そうか。そしてはい、かんちゃん、はい、もらいました。お互い。あら、あら、そう、すごい綺麗だねって言ってたの。こっちがね、カンからかな。これ、ナナさんからのろうそくプレゼント。あ、なんか、リオちゃんって書いてあるよ。ね、なになに、ちょっと、かわいいね、プレゼント交換。ね、何もらった？ね、何もらった？かかります。なんか入ってる？どれどれ？あ、作ったやつじゃない？作って手作りじゃん。これもろうそく？うん。蓋開けていいって。なんで黄色が好きって分かったの？黄色大好き。そう、黄色一番好きなの。あ、待ってた。これも好きなの。ね、好きな色だよね。やばー。あ、そうなの。黄色。いや、みんな分かってる。すごい。嬉しいね。やったー。かんちゃんもやった。
真っ暗。今日のやるご飯です。今日は山さんが作ってくれたオムライス R2 って書いてある。ゆりちゃんはこっち、こっち。そしてあやさんがくれた、あやさんがくれた、トウキビ、紫色のタピオカトウキビっていうらしい。あと世界のトマト、エリちゃんの、で、あとキュウリ、あとはキュウリ、ね、で、せーの、食べます。まやさんからもらった生のグリーンピース入り、やったー。はい、というわけで今日も一日が終わりました。そしてリオちゃん、今日から顔出し解禁。イエーイ。どうですか皆さん、想像通りの顔でございましたか？もうちょこちょこね、出てるときは出てたね。モザイクがね、全然かかってないのね。かかってなくていいじゃんみたいな時がありました。ね、ありましたよね。で、リオちゃんのママにも確認したら、もう顔出してもいいよって言ってくれたので、出すことにしました。ねえ、でもこのお面なんですけど。大事すぎて。ね、お気に入りね、そうそう。去年の思い出なんだよね。ですぐ書いたんだもんね、これね、一緒にね、楽しかったので思い出で、これはすごく気に入ってるのでこんな感じでつけて出場しております。はい、そんな感じでですね、今日本当に盛りだくさんデーだったね、まずお買い物して、ハンバーグが、ハンバーガー食べてそれで、こうちゃん4の文房具屋さんに行って文房具買って、まやさんところ行っていろいろ見学させてもらって、で、今度かんちゃんに初めまして、お土産買ってきてたんだよね、でかんちゃんに初めましてで、アンリリーさんの方へ行ってご家族みんなに会って、で、実はちょっと動画に撮ってないんですけど、あの初めましての感じで会ってから、その後もう急接近してすっごい玉の汗かきながらもう走り回って遊んで、あ、そうそう、こんちゃんがね、可愛くって ね、よかったね、会えてね、そんな感じ楽しんでお風呂入ってきて、帰ってきてご飯食べて今に至ってるんですけども、もうなんだかんだで間もなく11時っていう時間になってしまったので、本当は購入品紹介とかをやりたかったんですけども、ちょっと時間がないので、明日なんかちょっと日々の動画を撮ってる中で買ったものとかがね、映せたら映そうかなと思ってます。でも今回すっごい予定いっぱいなんだよね、だからちょっと全部できるかわかんないんですけども、ちょっとですね、あのタイミングが合えばちょっと紹介していきたいなって思ってます。はい、そんなわけで、なんとこれリオちゃんへということで、まやさんこれプレゼントしてくれました。ありがとうございます。皆さんもですね、あの谷口農園っていう名前でまやさん の農場のですね、あの何だっけ、農場のお野菜、道の駅にも売ってます。で、世界の変わったすごいトマトとかをですね、栽培してまして、リオちゃんもすごい感動してたよね。あいた口が閉じなかった。そういうことだったくらいびっくりしてまして、で、あのこれもですね、今回りおちゃんが東京からわざわざ来てくれたということでプレゼントしてくれたので、ね、皆さんももし機会があったら、すごい美味しいものばっかりです。なのでぜひぜひね、あのアビラデゴイチステーションの方に来るとこのお野菜売ってるので、見つけたらぜひ あのお買い求めいただいて食べてみていただけると嬉しいです。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておこうかな、ね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。また明日お会いしましょう。またねー。